きます。X よりは飛ばない。飛ばない。まあ、でも一応どっちもね、X になりましたからね。まあ、でも X の方が 24.5mm。23。回互換的な、でもオールラウンドな。直線的な速い球は CX の方が打ちやすいかもしれない。スピンかけるんだったら、断然 X かな。X ツアーにしたらもう、しまけるんだな。それが難しいところ。いろんなね、いろんな柔らかいタッチができた X ができなくなると思います。それがいい方向なのかわからない。ただ CX 良かった。全然この違和感なくというか、なんかいい意味で普通になりましたよね。普通、まあ、ちょっと普通だけど、うん、なんかしっかり、なんやっぱり前作よりも柔らかい。やっぱ柔らかい。柔らかい。ブラストですよ、だってこれね。え、ブラストとは思えないぐらい柔らかいですよね。まあ結構良かった。シングルスも良かったし、やられた。フォアクロスが良かった、ね、フォアクロがね、いけるとバックもね、生かしやすいし、ボレーも、ボレーをね、やっぱしやすいね、CX は。くそー、足元沈めたのに。 X より暴れないかなっていう気は。暴れない、暴れはしない。落ち着いてる。どうでしょう、もう一世代CX は。ちょっとあの、ツアーが優先ですね。今年もそんな感じで、よろしくお願いします。